今日紹介させていただくのは、はい、ビッグファイブの楽観的悲観的です、はい。まあ、このビッグファイブっていうのは、まあ、我々がもともとやっているこの類型論、はい、タイプ論とはちょっと違うんですよね、うんうん。この類型論っていうのは0か1かみたいなものだと思ってるんですね、うん、要は、まあ、0か1じゃないにしてもこっちってタイプを当てはめるもの、うん、まあ、何かですよね。学者タイプとかエンターティナーみたいな、はい、こういう感じの人っていう総合タイプみたいな、型にガチャって入れる、うんうんうん、まさしく類型のものなんですけど、はいはいはい、このビッグファイブっていうのは特性だと、うんうん、なのでグラデーションなんですよね、うん、グラデーションの塊、うんうんうん、なので先週の動画では、うん、外交内交、はいはい、っていうのをやったんですけども、うん、私も隊長も、うん、同じぐらいの点数で外交型でしたね、はい、外交型です、はい、うん、っていうところで、うん、じゃあこの楽観悲観っていうものを見ていきましょうと、はい、今日この紹介させていただくのは、うん、はい、スピリチュアルズ、はい、私の謎というこの本の中の、楽観的悲観的のところを紹介させていただきます、はい、うん、外交内交に並んで最もよく知られているパーソナリティの違いが楽観悲観だと、うん、これは、ビッグファイブでは神経症傾向とされ、うん、精神的安定性と呼ばれることもあると、はい、君は楽観的だね、うん、悲観的だね、うん、と誰もが口にしたことや言われたことがあるだろうと、うんうんうん、僕はもうずっと言われてます気にしい、はい、気にしい気にしいだと、うんうん、はい。で外交的内交的って、まあ、先週やったんですけど、うん、それが、報酬系の個体差なら、はい、楽観的悲観的は損失系の個体差であると、うん、これも進化の過程で生まれ最初に生まれたパーソナリティであろうと、うんうん、これはネガティブな刺激に対する覚醒度のばらつきであり、うん、自己を持つ人の場合シミュレーションがネガティブに向かう傾向のばらつきでもあると、はいはい、最初に登場するのは幻覚剤LSD、うん、でこれによって脳はシミュレーションのマシンだっていうのが分かったっていうんですね、うん、はい、で幻覚剤によってうつ病が治るっていうんですね、うんうんうん、要は欧米では幻覚剤ルネッサンスはい、とでも言うべき、うん、サイケデリックかっこ幻覚剤の再評価が進んでいると、うんうんうん、要はイギリスでは幻覚剤協会なる団体が主催する幻覚剤終末体験会では、うんうんうん、法的に違法ではないものの、うんうんうん、そういうものが使われたパーティーが行われて、うんうん、まあ、興味深いのはそれに参加した人たちが主にアーティストとか不安神経症やうつに苦しむ人で幻覚剤が僕の命を救ってくれたみたいな感想が多くあると。でまたこの LSD とかサイロシビンなどの幻覚剤はこの終末期病気のですね終末期の患者の不安を和らげたりうつ依存症の治療薬としてまっとうな医療機関からも大きな注目を集めています、うんうん、このアメリカにおける幻覚剤ルネッサンスは2011年、うんうん、がん患者の不安をサイロシビンで抑制するカリフォルニア大学ロサンゼルス校の実験で始まったと、うんうん、でまた2016年には両大学カリフォルニア大学とジョズ・ホプキンス大学で、まあ、臨床試験が行われたんですけど、はい、そこでの論文がですねニューヨークタイムズが一面で報じたんですけども、うん、その臨床の試験では約 80% のがん患者について、うん、不安障害やうつの一般基準で臨床的に有意な現象を示したと、うん、でそれがその6ヶ月間その幻覚剤によって継続したのだというのがあったんですね。っていうこの幻覚剤ルネッサンス、うん、この医薬的に使えるものだよ、うんうん、要はその我々どうしてもその
あまりいい印象がないじゃないですか、はい、何がですか。そういう幻覚剤とか、はい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 、要は過去に麻薬違法にそういうのを使って、うん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 、そのドラッグパーティーみたいなイメージがあるんですけど、うんうんうん、いやいやそういった使い方じゃなくて、うん、その本当に病気に苦しむ人に有効な結果があったんだよと、うんうん、でまたヨーロッパでも同じようにこの研究が進んでいて、うん、治療抵抗性うつ病に、はい、まあ、これまでに使われていた薬ではなく、うん、この幻覚剤を投与したところ、うん、3分の2がこの抑うつ傾向がなくなり、うん、12人のうち7人が3ヶ月間、うん、このかなりの改善があったというんですね、うんうん、でなぜこのアメリカヨーロッパで幻覚剤によるうつ病治療の可能性が注目されたか、はい、っていうとこの欧米、まあ、日本もそうだと思うんですけど、うん、このうつ病っていうのが深刻な社会問題になってますよと、うんうんうん、アメリカでは10人に1人がうつ病に苦しみ、はい、毎年4万3000人近い自殺者がいる、うん、またそのうちわずか半数しか治療を受けてないよと、うん、で世界保健機関 WHO によれば、はい、ヨーロッパの約4000万人がうつ病を患い、そのうち80万人が治療抵抗性うつ病に苦しんでいると、うん、それにもかかわらずうつ病の治療薬は今や手詰まりの状態で、はいはい、1980年代に、まあ、出た薬も、うん、今ではその効果が薄れ始め、うんうん、新薬も見つかってないと、うん、で多くのこの医療品同様、うん、まあ、新しい薬が出ても、うん、これまではプラセボ効果ぐらいのプラシーボって偽薬ですはい、はい、小麦粉でも、うんうん、お医者さんが飲ませてくれると、うん、効いたってなる、うん、それぐらいの効果しか出てなかった、うん、とされるんですけども、実際この幻覚剤を与えたところ、はい、とても効果があった、うん、というところで注目を集めましたと。でみんなが薬を使ったところ、心の監獄で暮らしていた、はい、今まではね、うん、その同じことをいつまでも反芻して堂々巡りの中に僕は閉じ込められてるんだ、うんうんうん、とか精神的な交通状態を今頭の中で起こしている、うんうん、みたいなことを表現していたんですけども、うん、このサイケデリック体験によって、うん、この脳内の監獄から休暇をもらったみたいだと、うんうんうん、私は自由になり、うん、何も心配がなくなり、うん、エネルギーで満たされた、うんうん、とかこの真っ暗な家の中で急に照明のスイッチが入ってみたい、入ったみたいでした、うん、と語る人がとても多かったと、はい、というところでこのサイケデリック治療っていうのは、うん、なぜうつを寛解させたのか、うん、っていうと、うん、この本の中では、うん、タイトルとして、うん、過去と未来から事故が生まれた、ちょっと面白いですよね、うんうんうん、過去と未来から事故が生まれたっていうところで紹介されるんですけど、このサイケデリック治療はなぜうつを寛解させたか、うん、ここではそれをうつとは、うん、事故が強すぎる病であると、うんうんうん、ちょっとなんか身に覚えがとてもあるんですけど、はい、あの僕は悲観的マイナス2の人間です、はいはい、脳が報酬、うん、予測誤差によって、うん、生存生殖に有利な目標を発見すると、うん、報酬系からドーパミンが分泌され、うん、あれがどうすれば手に入るだろうか、うんうんうん、というシミュレーションが始まると、はい、これはプログラミングでいう、うん、if ほにゃらら、うんうん、善の、うんうんうん、条件式だ、うん、そんなのがあるんですか。はい、この条件ですよ。もしこの条件だったらこれする、この条件だったらこれするっていうのがプログラミングであるんですね、はい、確かにあのトマベチさんっていう脳科学者がいるんですけど、はい、脳は機能だと、うん、なので、ブレインファンクションだっていうんですね、うんうんうん、ファンクションだと、うん、もう機能である、うんうん、気持ちじゃないと、気持ち感情とかじゃないと、まあ、感情もだから機能なんですよ、なんでしょうね、はい、プログラミングだと言うんですね、はいはい、うん、で単純なシミュレーションなら、うん、チンパンジーのような、うん、この一定以上の知識を持つ哺乳類でもできるが、うん、人の脳は際立った特徴があると、うん、記憶、うん、自伝的記憶に基づいて、うん、過去と未来を構築するのだと、うん、
if 前の条件式を過去の自伝的記憶に当てはめれば、うん、あの時こうしていたらこんなことにはならなかっただろう、うん、というシミュレーションになると、うん、一般にこれは反省や後悔と呼ばれると、うん、これを未来に延長すると今これをしたらこんなことが起きるだろう、うん、というシミュレーションにもなると。これが予測で、ポジティブな予測が期待、うん、はい、ネガティブな予測は不安と呼ばれると、うん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 、なるほど、はい、なので僕は楽観的傾向もあるんですよ、うん、だから期待と不安がボンとそうなんですただ不安の方が大きいんですね、はい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 、ドンって不安の方が大きい、うんうんうん、はい、で今のところ過去を反省し未来を予測するのは人だけだとされると。で現代人は忍耐力が足りないと言われるが、マカクザル、かっこ日本ザルはもちろんチンパンジーですら訓練で自制心を教えるのは困難だ。同様にチンパンジーが過去の行動を反省する証拠は見つかっていないと。脳のシミュレーション機能が人で極端に発達したのは、それが進化の適応の中で必要だったからだと。要は過去の失敗を覚えておけば似たような状況でそれを繰り返さなくなる。でまた過去の成功体験を未来に当てはめるとそれがまたうまくいくようになる。で木に登って果実を取るとか、捕食動物が隠れていそうな場所をあらかじめ予測して避けるっていうところで人が生きていけるようになった、うんうん、だとすると、まあ、それの強い弱いはやっぱり、まあ、その傾向じゃない、傾向です、ね、あそこに行けばいいことがあるかもしれないっていう思いが、気持ちが強い人と、はい、悪いことが起こるかもしれないって、だと、うん、なんかどんな経験をしてたかで、うんうんうん、これって変わりますね、まあ、変わる可能性はありますね。いや、もうあまりに恵まれない家庭環境すぎて、はいはいはい、うん、あでもまあその中でも強い子は育っていくんですけど、ま、なので、まあ、生まれつきの部分もあるだろうし、はい、遺伝子的な、はい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 、そうでない部分もあるって話じゃないですか。教育的な、教育というか環境的な、ずっとこうネガティブなものばっかり見続けたら、はい、やっぱり不安になるじゃないですか。これやってもやっても失敗失敗失敗を繰り返してたら、はい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 、なるし、こうずっと成功してたら、まあ、きっと成功するんだろうって。あ、うん、なるほど、まあ、それはなんか良し悪しなところも、うんうん、帝王学的にはなんかちょっと失敗も教えておきたいところですよね、うん、失敗も必要なんじゃないですか。そうですよね、うん、で失敗ばかりではないっていうのも教える必要があるじゃないですか。そう、そこなんですよね、はい、でまたそれをどう捉えるか、うん、なんかその成功した後で、はい、なんかその周りにいた人がどんな声をかけるかで、うんうん、また捉え方も違うじゃないですか、うんうん、僕はなんかあまり調子に乗るなよって、はい言われてた世代なので、世代だと思うんですけどね、この辺って。まあ分かんないですけどね、もう世代は僕一緒ですもん。あ、そっか。でも、うん、そうすると親、これまた人のせいにしてる。まあでも影響はあると思いますけどね。まあそうなんですよね、うん、僕は成功したら、はい、親父は別に褒めてくれた、褒めてくれる。なるほど、うん、失敗するとめちゃくちゃ怒られるっていう。だから失敗したらいけないプレッシャーが強い。はいはいはいで、マキャベリ君主論ですね、はい、イタリアの政治思想家のような権謀術数を駆使するために人は高い知能を進化させたとするのがマキャベリ的知能仮説、うんうん、これによれば遺伝と文化の相互作用でランウェイ的な強進化、進化の暴走が起こり、うん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 、とてつもなく高度なシミュレーション能力を発達させなければ人は社会という危険な環境で生き延びることができなかったとする、うん、こういうのがあるんですね、うんうん、で過去を反省し未来を予測するためには時間の経過にかかわらず同一の主体、いや自分っていうのが、うん、を設定して、うん、それを設定しないと、まあ、仮説が組めないですよね、うんうん、確かに、うん、をが必要になるよと、うん、主体が必要になる、うん、で自分の現在の自分が過去や未来の自分と何の関係もないなら、うん、そもそもそんなことを気にしなくてはならないのか、うん、脳というシミュレーションマシンが高度化することによって、うん、自己が必然的に要請された、うん、でこのようにして私たちは過去から未来へと向かう物語を生きることになったのだろうと、うんうん、特性論面白いですね。面白いです。
って考えるとなんかちょっと自分がまた見えてきますね、うんうんうん、僕こうやってよくなんか外交的な人ってセットでなんか何も考えてない、はい、傷つかないみたいな印象ってあるじゃないですか。僕ダメなのがよくこのタイプ8とかね、はいはい、タイプ7とかの人に対して、うんうん、タイプ8の人とかが、うん、繊細さんなんですって言うとなわけないじゃんってやるんですけど、うんうん、これとんでもないですね、うんうん、まあ、僕もそうだったんですけど、はい、楽観的もあるが、うんうん、悲観的も強い強い、はい、うん、こっちもこっちも強い、うんうん、とマイナスになるんですよ、はい、うんうん、っていうのはちょっと気をつけねばとは思いましたね、うんうん、はい。